皆さん、こんばんは。本日ですね、我流読書のおすすめ、プロセスを楽しむ本の読み方ということで、お話をさせていただきたいと思います。木村秀文と申します。どうぞよろしくお願いします。まずですね、簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。今日は本がテーマになりますので、仕事の話はちょっと抜きにしてですね、本についてだけ取り上げさせていただきました。自己紹介ですね。まず本をこよなく愛する会社員ということで、本がですね、大好きだというものなんですけども、現在の仕事はですね、本とか出版とか無関係でですね、一応金融機関で、同じ会社にずっとおるんですけども、営業から始まって今はシステムの企画ですとか設計というところをやっています。で、普段仕事はですね、パソコン作業が多いんですけれども、日頃の疲れは読書、あと休日の本屋巡りということで、解消しています。下の写真があるんですけども、子供と遊んだりというところもですね、ストレス解消になっています。で、好きな言葉はですね、自分の無知に気づけば気づくほど、より一層学びたくなるということで、常に自分もですね、足りないところ、そういうところは意識していきたいということで、好きな言葉というふうに書いています。で、今日ですね、話させていただきます中で、大体の大きく3つぐらいなんですけども、本日テーマについてということで、なんで今回こういうテーマを選んだかというところで、本題として、本の読み方の話になりますので、プロセスをモデル化してみました。最後に概要読書の勧めということでまとめになります。はじめにですね、本日のテーマについてということで、まず皆さんがですね、我流という言葉を聞くとですね、あまりいい印象がないかもしれません。例えば、自分勝手なやり方とかですね、いうイメージが強いんですけれども、一方で、自己流、自分流、自分らしさという意味を持っています。本日はこちらの自分らしさとかいうところの本読書ということでお話をさせていただきます。また本の読み方というとですね、今回は仮括弧で型というのを書いたんですけれども、本を読む方法ではなくて、本を読むときの行動パターンですね、についてもうちょっと面白く考えられるんじゃないかということで話をしていきたいと思います。で、私がですね、これまで読んだ本の中で今でも印象に残っているところがありますので、引用させていただきたいと思います。ジャーナリストの立花さんがですね、だいぶ古い1984年に出された本の中で、読書についてこういう表現をしています。読書は精神的食事であると。自分で読む本くらい、自分で選んで自分で買って自分の手元に置いて好きな時に好きなように読むべきであると。これを見た時にですね、本当に食事というところが気になったところはあるんですけれども、本当に食べ物を食べて、肉体的な食事というかですね、日々の活動する食事というものもあれば、精神的食事ということで本を読むことによって得られる充足感というものもあるんではないかなというふうに思いました。先ほど好きな時に読むというふうにありましたけれども、本を読むか、どう読むか、何を読むか、いつ読むか、何回読むかとかですね、そういうものはですね、やはり基本的には皆さん、本を読む皆さんに委ねられているというものがあると思います。ただですね、皆さんもよく聞いたりとか見たりすることがあると思うんですけれども、何か面白い本を教えてくださいということを聞かれたりですとか、例えば雑誌のタイトルとかですね、今こういう何十代の今読むべき何冊とかですね、本は初めから読む必要はないですよ、例えば飛ばし読み、フォトリンティングとか、そういうところの読み方という表現が見るということもあります。
このようにですね、最近では読書の技法とかですね、皆さんもご覧になったこともあるかもしれないんですが、本お手本になるような本の読み方、読む方法というのはですね、目にすることが多くあるというふうに思います。ただですね、本を読む時の行動パターン、いわゆる本の読み方、型という字は英語とかで言うとパターンとかですね、モデルというような形ものがあるんですけども、なかなかその行動パターンというのはですね、こういうものがあるんだよというのを紹介したりとか、そういうものはちょっとこれまで見たことはありません。もしですね、ないのであれば、自分で本の読み方、過去書いてますけども、読書モデルというのをですね、作ってみればいいのかなというふうに思います。読書モデルというとですね、だいたいインターネットで検索すると読者モデル間違いですかとか出てくるんでですね、ちょっと読書モデルというとですね、ちょっと男のむさ苦しい人がですね、訳しても読モとかですね、言うことはちょっとできないので、いわゆるモデルとちょっとこれからちょっとお話しさせていただきたいと思います。で、物事についてはですね、行動とかそういうパターンを分析していくと、どこかにですね、今見えてないビジネスチャンスがあるのかなというふうに感じることもあります。例えばインターネットのですね、いろいろなものに行くと、例えばアイドマとか挨拶とか、ああいうのは消費者の行動をもとにですね、分析して、マーケティングに生かすということがあります。同じように本の読み方一つとってもですね、本を読む人の行動パターンを考えたりとか、詳しく見ていくと、きっとまだですね、誰も手をつけていない、ブルーオーシャンみたいなですね、いうビジネスチャンスがあるのかなというふうに考えています。で、本日は、こういうまだこういうパターンのところなんですけども、個人的にですね、小山さんが翻訳されたですね、ビジネスモデルジェネレーションとか、やはりビジネスモデルキャンパスとかいうところで、一個一個そのパターンをですね、から私なりには今後ビジネスチャンスというかですね、も見ていきたいなというふうに思ったりもしています。それでですね、次に今申し上げました本を読むときの行動プロセスというのを分けてみたいと思います。まずですね、行動プロセスというと、大体動詞に集まるんですけども、上から順番にですね、まず本を読むときの私なりの行動をちょっと拾ってみました。まずは集めるというのは情報を集める、絞る、購入する、読む、書く、試す、広めると。で、最後広めるはシェアとかいう言葉はよく使われるんですけれども、今回はちょっと広めるということで、書いてみました。で、これから先ですね、次に、このプロセスに基づいて、私なりに、どういう本の読み方をしているかというのをお話しさせてもらいたいと思います。まずですね、このモデルとして、上の方に矢印でですね、先ほどその前のスライドで、ちょっと書かせていただいた7つのパターンがあります。順番にお話しさせてもらいたいと思います。まずですね、読む本とする本の情報を集めるということで、大体の本を探すときにですね、今日どんな本欲しいかなとかあまり意識しないと思うんですけども、今自分にとってどんなテーマが足りないかとか、どういう本を読みたいかとか、あと好きなものどんなのかということを考えるとですね、大体の意識をしなくても自然と目に入ってくると。例えば新聞、メールマガジン、本の参考文献、あと紹介とかいうものがあります。で、ここで私なりのですね、本の楽しみ方というと、まずですね、集めた情報はひとまずメモするということで、ちょっとこれはもう私の本当に自分の手帳で、プライベート用の手帳なので特に仕事の話は全く書いてないんですけども、
例えば新聞の朝刊の下に書いてある、まあ、月曜日火曜日結構本の紹介が多いので、まあ、そういうものを書いたりとかですね、あとはあのメールマガジンに撮っているものの本をまあひたすら書くと。で、まあ、日付を書いてますので、今後検索とかするときもここをペラペラめくっていけばですね、何本を気になったのかなというのが分かるようになっています。そうやって集めた情報の中から次の行動としては絞るというところになります。絞るとしては買う買わないというところがありますけれども、ポイントとしては買わずに概要をつかむというところで、やはりお金とかですね、切りがありますので、最近では書評とかも結構あると思います。読んだつもりになるというところがあるかもしれませんけれども、買うための本を絞るという行動をしたりします。ここでは自分にとって興味のあるものは常に変化するということで、今このテーマが好きだった、気になったとしてもですね、その後では日々刻々と趣味もいろいろですね変わっていったり、興味が変わるということを思って絞っています。で、本を購入するというのが次の行動です。この行動はですね、一番まあ楽しいところではあるんですけれども、まあ、行きつけの本屋でですね、まあ、本の並べ方、まあ、平積みなのか、まあ、棚に並んでるのか、あとはまあ帯のインパクトですとか、表紙の色使い、あとは本屋によってはですね、書店によってはいろいろな行動を書店の店員さんがいろいろ知識を持っていたりとか、結構楽しいポップがあったりとかですね、そういう買うという行為を助長させてくれるようなワクワクドキドキというところも多くあります。で、この中では最近でいうと紙の本と電子書籍というところがありますけれども、まあ、私の場合は紙の本が重たさとかですね、そういうのを実感するというところで紙の本が多いです。で、次に読むということで、ようやくまあ読書のやっと本を読むところになったというんですけれども、ここはですね、まあ、本を読む回数ですとか、まあ、読む順序、読む姿勢、環境、まあ、あとは次の書くという下準備とあります。回数とか、まあ、準備というのはですね、ある程度皆さん好き好きになりますので、ここでは読む姿勢、環境というところで、結構読む姿勢とか環境もですね、喫茶店で読む人、あとは本当電車の中で読んだりする人もいらっしゃいます。私の場合は音楽を聴きながら読んだりとかですね、仕事のことを考えながら本を読んでいくというちょっと邪道だと言われるような読み方かもしれませんけれども、自分なりの読む姿勢、読む環境というのを作っています。次に、本で得た知識、考え方を定着させるということで、書くという作業を行動があります。で、書くというところで、お話しさせていただきますと、まあ、自分の手を動かすということは記憶定着させるためには一番まあ近道というのがありますので、自分の手を使って書くと。今回私にとっての三種の神器って書いてあるんですけども、本の基本情報というのはライフスタイルノートブックというのが、ちょっとこの後ご紹介させていただきますけれども、一番使いやすかったなというところがあります。で、本棚、家には本が うずたかく積もってありますけれども、ウェブで見るようなブックログの本棚、あとはメモとしては書いてある内容を、まあ、エヴァノートにですね、どんどん特に気にせず書き留めていくというのがあります。実際に書くというところでは、左の先ほどですね、ライフの、あの本のですね、ライフノートのところですね、こちらのいろいろなパターンがありまして、例えば音楽とか、あと 本のためのとかですね、そういうのをまあ書き込めるようなノートになってまして、これをですね、読んだらどんどん書き連ねていくと。もう一つ、こちら右側がですね、エヴァノートのところの
メモになるんですけども、基本的には、まあ、読書メモというタイトルで、思ったことを、あとは、まあ、本の中の引用とかいうのを特に何も意識せず書き連ねていって、後で読み返したりということがあります。このようなところはですね、まあ、携帯と同期しておけばですね、会社いてもとか見ることができたりとか、思い立った時にすぐできるというのが利点かなというところで、アナログと時代のアーカイブを意識してやっています。次に、本で得たものを試すということで、まあ、あくまで本に書かれていることは、まあ、人の知識や経験になりますので、まあ、自分なりのアレンジをするというのがないとですね、やっぱり自分の耳にはならないのかなと。で、同じように、まあ、合わなければやめると、まあ、こだわらないというところをですね、本当に気楽に試してみるというところも必要なのかなというふうに思います。で、最後の行動としては、広めるというところです。この読書から得た知識体験、本の情報を広めるということで、情報は減らないと、むしろ新たな気づきのきっかけになりますと。例えば皆さんが読んだ本を他の人に聞いて広めてみると、他の人は自分が読んでないような本であったりとか知らないような知識というのを与えてくれる可能性にもなります。ギブアンドテイクではなくて、まあ、ギブアンドギブということで、小山さんのところで言うと予想循環とかですね、いうところにちょっと近いのかなと私は思いつつも、まあ、基本的にはやっぱりその自分の情報はみんなに使ってもらう、広めて、そこからさらにみんなが新しい気づきを得られるということで、最終的に自分にも持ってくるのかなというふうに思います。例えばということで、私なりの広め方ですけれども、まあ、一つは Facebook ページ。これは特に本当に個人で、ただ読んだ本をですね、こういう本を読んでこれ面白かったっていうのをアップしてるだけで、自分の中でのライフログという意味でも自分の中で本のページを作っています。もう一つが先ほどのブクログですけれども、こちらがですね、本の表紙が出ている本棚になりますので、例えばどんな本の表紙だったかなとかいうものを見たりするときにとても役に立ちます。最後ですね、なりますけれども、冒頭で引用した立花さんの本にはですね、まあ、次のようなところも書かれていますと。本を読もうとするときに、それが自分が死ぬまでに読める残り何冊の一冊単位に値する本であるかを頭の中で吟味してから読むべきであると。今ですね、皆さんが読む本、読んでいる本、これはですね、自分がこれから先読める本のどれぐらいかというふうに考えながら読んでみると、今まではですね、すぐに次の本を読んだりとかしていたものが、もう少し深く読んでみたいなとか、選ぶときからですね、行動が変わってくるのかなというふうに感じます。まとめといたしまして、本の読み方はですね、それぞれ異なります。ただ自分の読書モデルを作ることによって、単に本を読むという行為だけではなくてですね、そのプロセスも楽しみながら本を読むということができるのではないかというふうに考えます。本日お話しさせていただいたことがですね、皆さんのこれからの読書スタイル、読書モデルになるかわからないですけれども、そういう考えてですね、ちょっと今までと違った本の読み方を知っていただく参考になれば幸いですということで結びとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。